オッケー、そういうことよ。何のために、あ、吹っ飛ばしおでん来る、これ絶対吹っ飛ばしおでん来る。こうやってフェイザーのベックでなんとか、あ、あっち行ってくれた。あー、回復ブースト強い。オーケーよ、終わったわ。あ、フェイザーのベックでこれ、オッケーオッケーオッケー、これスキルキャンセル。はい、どうも、ひたまえでさえ。今回はね、まあ、新ルフィに対してなんかコメントでクザンがいいですよみたいなコメントがあったんですよ。まあ、それなんでかっていうと、多分 5% の凍結があるからだよね。まあ、ルフィって多段って、ゴロゴロメダルつければなんとかなるって思うかもしれないんですけど、あいつゴムだから感電しないんだよ。まあ、ということは、つまり、凍結でしょ。そう、凍結させてしまおうというね、まあ、僕の判断ということでやっていきたいと思います。いや、オーバーブーストもね、なんか余ってるんでやっちゃおうか。なんか、クザン、お前が環境を変えろ、お前が環境を変えるんだ、よし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 、これでと、クザンはここまで飽きましたと。まあ、ということでね、まあ、クザンくんで、まあ、新ルフィ、まあ、余裕っぽいんで、まあ、やっていこうかなと思います。確か13段だよね。2段目も合わせたら14段かな。まあ、とりあえず1回は凍結するべ。うん。ということで、まあ、そこから凍結コンボをお見舞いしてやろうかなと思います、レッツラ。はい、ということで1戦目やっていきたいと思います。やっと見つけた。結構ね、ルフィに探すのが結構時間かかって、今回ね、裏になんと相手3人います。まさかの1人も表に出てこないというね、まさかの結果ですけども、ということでやっていきたいと思います。お客さんが多分、ああ、当たってなかった。じゃあ、とりあえずここ取っちゃおうか。まあまあまあ、お客さん残り1分からどんどん強くなっていくタイプなんで、さあ、ここら辺はね、おー、うまいおでんさんだ。ってことは、ここら辺がフェイザーとベックが入るってこと。はい、嘘です。どうしようか。あっちのエンコでも行こうかな。さあ、あっちは多分取られても大丈夫だと思うから、OKOK。さあ、ここだね。ここをしっかりロジャーを勝っていって、なんなら裏を、裏がちょっとあれだから、裏のキャラがあれなんで回避してた。さあ、ここは当たる。オッケー、裏のキャラ、あー、ミホーク、やばい、それはどうしよう、これチャージされる、ちょっと待って。そうね、やっぱクザン使ってるとめっちゃ思うことが、やっぱりめちゃめちゃそのスキルが被ったり、そのウソップの通常で凍結がね、解除されたりするんですよね。それがね、ものすごく僕はネックでして、最近さ、あそこ回避してた、気づいてないな、なんなら。これさ、タゲかかっちゃうとこれ当たんないんすよね、フェイザーとベック遅いから。そう、当たんないよね。最悪だよ、くそー、見てなかった、本当に喋ることに夢中になっていた、これやらかしたな、普通におでんでも一掃するか。いや、完全にやらかしたね、今の。いやー、っていうか本当にそのね、だから最近ね、そのいた、見てなかった。さあ、どうしようか。これ下手くそか、下手くそかよ。とりあえず、とりあえず、オッケーオッケーオッケー、とりあえずね、とりあえずね、オッケーオッケー、はい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 、やばいはい、やばいはい、やばい、こうなった時やばい。あーはー、あ、ルフィが、ルフィ見たい、ルフィどこ、お願い、ちょっと、あ、守った方がいいわ、ミホーク、今どうしよう、ルフィ、ルフィに会いたい、ちょっと待って、ルフィに合わせて、くそ、このロジャー狩るしかねんか。さあ、裏からのこのフェイザーのベッキーで気づかないだろう。オッケーオッケー、完璧か、完璧なのか。ちょ、ウソップだれいな、おお、待って、すごい体勢で今ロジャーいなかった、今、あー、やばい、ん、どうなってる。しかし、ここで、はいはいはい、お前らロジャー二人まとめて KO してやるから、待ってろルフィ、お前に俺は会いたい。オッケー、え、二人もいけない、あー、やばい、もう一残るからね、まあ関係なかったか。あ、これ終わったわ、どうしよう、ウソップがだるすぎる。オッケー、あー、よっけ、オッケーオッケー、ウソップ、俺はルフィに会いたい、会わせてくれよ。まあもういいや、おでんで、もういいか、全然ルフィ出てこないじゃん、相手全然出てこん。まあまあ、こことりあえず取っちゃおうか。うんうん、さあ、お菊さんにまあ無双してもらって、まあ、とりあえず僕はここ取って、ウソップの吹っ飛ばしが怖いんですけど、あー、うわー、これ取り際だからしょうがないやつっすよね。カウンター気をつけて、オッケーオッケー、ナイス、お菊さん、ナイス。さあ、ここはじゃあとりあえずここと握ったらもう勝ちじゃないか、勝ちじゃないか、これは。さあ、やばくなったら、まあ、逃げる。ほら、結局ね、最後は何が起こるか分からない。それがバウンティラッシュ、最高じゃないか。オッケー、無敵スキルが最強、強すぎる。いや、何が起こるか分からない。てか、おでんが強すぎて何が起こるか分からない。痛い。うん、とりあえず何が起きてるか分からないけど、ナイス勝利、ルフィに会いたい。はい、ということで2戦目やっていきたいと思います。やっと来たね。表にルフィ君よ。さっきはなかなかお目にかかれなかったですけど、100レベでしたね。しかもちゃんと100レベのルフィ君は、まあ、おお、完全に見てなかった。俺、本当にさ、そういうの、見てなかった。本当にそういうのさ、いや、今見ようと思ってたばっかなのにさ、そう、なんか忘れちゃうんすよね。やっぱ喋ってると。喋ってるとって言い訳にしとくわ。うん、そうしとくわ。とりあえずここら辺で、まあ、フェイさんとばっか当てちゃうわ。オッケー、完璧だわ。よしよし。KO、オッケー、とりあえず KO で。さあ、今のところはいい感じ。やっぱフェザーとベックね、弱いっすけど、判定とかは。でもね、やっぱりね、このクールタイムの速さはやっぱり相当強いなと思うところはありまして、来たな。お前13番のやつ当てたら俺覇気だけ警戒しようか。覇気だけ、さあ覇気だけ、
それだけ、そうそうそう、それを避けたもんなんだけど、いろいろちょっと今混じって、ちょっといろ、うん、言い訳、うん、避けなかった。あ、そっか、あっち行った方がいい、虹目、ありがとう、ありがとう。ちょ、ごめんね、ちょ、うん、ごめん、ごめん、俺行くべきだったと思うけど、ちょ、ごめんね。守っていく、フェイズ&バック !OK、完璧だ。いやー、ちょっと使いたくなかったけど、このジャスト回避して、OK、いける、OK! さあ、ここは回復させ、ルフィも、うん、あー、巻き込めなかった。やっぱ吹っ飛ばしがある。これね、やっぱ吹っ飛ばしじゃなかったら耐えられたりするんですけどね。やっぱチャージスキルなんで、うん、チャージスキルあれダウンしないっていう特性があるんで、今のはね1とかあったっすけど、あ、これ間に合わないな。これっていけるっけ。無理か。すいません、ちょっとおでんあんま使ってなくて、ちょっと言い訳ですけど、ちょっとわからなくて、ちょっとすいません、ちょっと今のはちょっとあれっす。ちょ、今日トリギはやっちゃうか。あー、見てなかった。あー、今日多いな。今日非常に多いですよ。もう使っちゃおう。オッケーオッケー、とりあえず KO しちゃって、さあもうやられたいな、なんならやられときたいな。オッケーオッケーオッケー。じゃあドロー君火力高いね。オッケーオッケー。さあいいよいいよ。さあこっからのフェザンドベック君、いやルフィまだ生きてるか。いや強いなやっぱり。さあルフィをちょっと倒したいあたりではあるんだけど、ちょっとね、いかんせんちょっとあの言い訳として、あっちやばいかな。いやウソップ2と1、ここ取っちゃう。あー、もうダメだ。トリギはそれはうますぎ。あっちの方が、あ、でもここさ、ここいっぱい取っちゃおう。はいはい、回避回避しちゃい、回避しちゃい。オッケー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 。ああああ、全然食らわない、全然食らわない。これ、終わった。あ、でも旗取れればいい、旗取れればいい。うん、え、待って、終わったわ終わったわ。あ、フェザーのベックでこれ、オッケーオッケーオッケー。これスキルキャンセル、それは強いぞ。あ、邪魔だよゾロ。待って、いや、いける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 。ここでおでんで変わったのは、なんなら今日はドラマが起きるんじゃないか。さあここ一つ守ろうか。でもあっち二人だから多分いけると思うよ。さあオッケー、あ、これ守れば勝ちだね。これ無敵スキルで最後突っ込めば勝ちだもんね、結局残り数秒。はい、ここ守れば今日何回当たるんだろうな。さあオッケーで、やばくなったらと見せかけて、オッケー。これせこいよな、無敵スキル吹っ飛ばしってマジですごくないですかマジで無敵スキルでこの突進はマジでエグすぎる。ありがとうございます。ディフェンダーっすよね、やっぱおでんにも。あれ出した。はい、ということで3戦目やっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。いやー、ちょっとおでんで出た方が良かったかな。まあ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 許してくださいと。まあとりあえずね、まあでも一つ言わせてください。俺さあの説さ、もう不立証じゃない、全然火力入んないもんで、フランキー凍結えぐいもん。あ、もうこれ説不立証だね。いた。さあこれはちょっとさすがに無理だった。さあここどうしようか。あ、もう説不立証でいいよね。オッケー。さあこれは回避を読んで、フェザンドベック。うわ、ダンボールに邪魔されるフェザースキルってもう強くはないよね。いやー、ちょっと、あ、あ、あ、もうだるいわ。あ、もういいやいいやいいや、これやばいわ。あー、すごいストレス。あー、ダンボール強いな。ちょっとこれもういいや、ここはちょっととりあえずもうあそこウソップ2人でもうあそこ守ってください、お願いします。とりあえず肉食いに行きますか。うん、僕はいただきマンボウ したいと思います。よろしくお願いします。ここ吹っ飛ばして届かないよね。さあロビンちゃんはとりあえず固くしに行ってんのかな。まあそれはねすごい大事。さあ、お、割合ダメージやっぱ、あ、ここやっちゃうか。いくよ、フェイズ&バック。カッコつけたけどちょっとダメだ、カッコつけても意味ない。さあこれ割合ダメージ食らっていいな、食らっちゃおう、食らいに行こう、なんなら食らいに行こう。でもフランキーの吹っ飛ばしだけはちょっと警戒しつつ、さあこれはいけるぞ。撃て撃て、おい、通常攻撃移動すな、おい、通常攻撃移動すなよ。終わったじゃねえか、この、うわ、目の前で撃つな、目の前。おお、なんだなんだ、わけがわからんぜ。あ、凍結しないようにまさかさ今あれやった、え、天才じゃない、フェザーのベック。オッケー、さあいいぞいいぞ。あ、裏、やば、あ、ゴロ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 か、なるほどね、ゴロゴロか。 3% に負けたか、俺の 5% が。まあいいだろう。さあとりあえずじゃあ行きますか。もうなんかあれっすね。 OK OK、 とりあえず KO して OK OK 強すぎだろ。さあここはじゃあとりあえず俺が取れると思うんで、強いな改めて。さあ吹っ飛ばした警戒数、おお、ありがとう、それはナイス、めっちゃ助かったね。さあさっき、ここはもういん、まずい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 、感電やっぱ強えな。さああっち俺間に合うか。いや、とりあえず離させよう。 OK 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 OK、 一発二発、一発二発。さあここだな。さあ先打ちたい。 OK OK、 強っ強っ。ここどうしようか。さああっち多分大丈夫だと思うから、ちょっと待って、ウソップ早いな、回避。 OK
いや早いな、移動。あ、待って、金谷もこっち来る。じゃあ、あっち行かないとちょっとまずいな。多分あっちの方がまずいと思うから。さあ、とりあえず、うん、うん、あー、やったわやったわ、やらかした。待って待って待って、あっち2つ取られるか、やばい、ごめん、やらかしたかもしれん。うわー、ごめんごめんごめん、これ立ち回りミスったわ。うわ、ガチか、ごめん、うわー、ごめんな。キンエモンさん、本当に申し訳ございませんでした。本当、あなた様が本当に全て正しかったでございます。いや、ガチか。いや、最後さ、試合20秒ぐらいでこっちさ、相手3人攻めてくるかね。本当天才だね。俺バカだね。本当に素晴らしいと思う、相手方のその立ち回り。俺完全にやられてしまったもんね。さあ、OK。じゃあ、とりあえず、回避使ったんで、フェイズ&ベック。いや、ガチで天才だと思う、あなた様は本当に。さあ、ここはよいしょー、フェザーアイスエイジーも本当に8つ当たりですよ。これ実は、ダウンしないんで、まあ、普通に素晴らしいやつですよね。さらにここはジャスト回避を挟んで、はい、失敗しましたと。まあしかししかししかしと、まあ普通に、うん、うん、オッケーオッケー。さあ、ここは取れてるんで、まあいいでしょう。本当にさっきごめん、違う、あそこ最後3何回もいけ、すごいね。フェザーのベック、オッケー、え、普通にやられちゃった。しかもフェザーとベック、そっち側に行くかというね、まさかの。まあ、だけどナイス援護だったってわけですよね、これ。ちょっとね、おでんの立ち回りミスりましたね、完全に。ちょっとおでん、ちょっと練習じゃダメっすね、本当に。僕、ちょっと最近ね、本当に立ち回りがすごい下手くそな自分でも思ってくるんですよね。まあ、そこら辺はいいですけど、黒池君があそこ多分一人で、ワンチャン、あっち、あっちの方がやばそうですね。ちょ、これあっち行きましょうか。ロビンちゃん、ワンチャンいけるな。うわ、すごいな、一人でいけてるな。でも、守れるとは思うから、さ、多分じゃあ、あっち行くか。さあ、ここは、うわー、カムサリ無敵スキル気絶入りやがった。誰ー誰、下げろー、裏へ、トゲトツか。急に小学生みたいな、全然全然 OK じゃない、全然 OK じゃない。まあまあまあいいでしょう。今日はね、正直言うとクザンとバックがクザンとベックが今日はね主役なんで、まあいいでしょう、うん、全然いい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 からね。さあ、 OK。 ロビンちゃん勝った、すごい、あそこずっと足止めてくれてんじゃん。ていうことで、こっちも期待に応えてみせましょう。ロジャーを勝ってやる。おい、俺は引っかかんないタイプだからね、フェイント OK。 さあ、ここは、うわっ、 OK、 そういうことよ。何のために、あ、吹っ飛ばしおでんくる、これ絶対吹っ飛ばしおでんくる。こうやってフェイザンドベックでなんとか、 あっち行ってくれた。あー、回復ブースト強い、 OK よ、 OK、 いいよ、回復ブーストは KO、 OK、 OK、 OK。 さあ、とりあえずここで241、 いや違うか、なんて言うんだろうこれ。まあ、とりあえず、あ、違う違う、3-2-3の状況かな、あっち負けてもありがとうと言っておきましょうか。じゃあ、ここは任せてと。さあ、でも桃源とつか強いよ、大丈夫かな、援護しよう、 OK、 これでもういけるだろう。あー、でもこっち2人来たから、ワンチャンこっちの方がやばい説あるんだよな。ちょっとさっきみたいな、ちょっとこのね、あのミスはもう二度としたくない、僕は。はい、おい、凍結するぞ、オッケー、それはよけたんでかいよ。さあ、こっちカモンね、はい、アイスエイジ、オッケー。しかし、あっちがね、その分やっぱウソップ強いよな、平面ステージ。どっちでもいけるからなって。まあでもこれ多分、まあでも、あっ、 お前は終わりだ、ごめん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 、ちょっとまた間違えた、普通に黒ひげに任せた方がよかった。でもナイス援護だって。あっ、ぽい、ボコ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 ね。はい、ということで、5戦目ラスト。おいおいおい、昔のルフィ、昔のルフィじゃないか、どうしたどうした、間違えてきちゃったか、お前にはこのステージは早すぎるよと。あー、やばい、これ怒った説あるな、ロビンちゃんが怒った説あるぞ。これはちょっと怒っちゃったかな、これ多分ね、多分切ったな、多分タス切ったな、これ。まあまあいいでしょう、それでも勝つっていうのが、任せろ、いた、そこ当たるか、ダッセーダッセー、今スキルっていうのは分かってたんですよ、だけどこう当たると思ってなくて、すいませんね、ちょっとやばいな。 OK、 俺に任せろよ、オッケー。さあ、ここ巻き込んで2人まとめて、アイスエイジどう、似てた、アイスエイジ、オッケー、1回落としたで、吹っ飛ばしがあるんでちょっと危険ですね。うん、当たるな、ここ、あー、まずいな。さあ、オッケー、あ、でも回避してたな、フェイズ&ベック、オッケー。さあ、いいよ、めっちゃもったいねーもったいねえな、それはもったいねえな、当たらないでしょ、ここで。さあ、離しちゃったけど、まあ当たったからいっか、まあしょうがない。いやー、ちょっときついな、きついな、どうしよっかな、あー、やばいよ、これ今日こんないね、こんないし、ゴロゴロしないね。まあもう、あ、落ちてない説あるな、あ、ダウンしちゃった、ダウンしないというな。まあまあ、これはとりあえずおでんでいきますか、ちょっと勝ちに行きたいんで、ちょっと勝ちに行きたいぞ、さすがに。さあ、ここは
間に合うか。ああ無理だな、これ終わり際当てるよっか。さあオッケー、つ火力がね、火力がいいとおかしですよ本当に。さあここは、ああ間に合った、あーオッケー、ここね回避ダム、ジャスト回避終わり際狙ってくると思ったんで、その瞬間にスキル無敵を打ちましたと。 うまいけどちょっとね、それは回避が溜まってないということでちょっと厳しかった。さあそれはさすがに一発、一発二発、あー無理だ、さすがに無理だ、3対1は無理だ、本当にかっこよすぎる。まあしかしここはどうしようか。さあ裏がちょっとやばいんだけど、まあクザンでやっちまうか、やっちまうわ、やっちまおうぜ、ホトトギスだわ本当に。さあさすがにそれは甘い。そして回避、あーフェイザンドベック、当たんないか、いってフェイザンドベック弱え、フェイザンドベック弱えよ。まあしかしここ勝っちゃうか、ルフィローならいける多分。オッケーオッケー、打たせるか、オッケー、いいよ、ここ取ってあっち1個守ってくれれば勝ちなんだけど、いやーでもちょっと取り返すしかないよな。さあここ取っちゃうか、オッケーオッケー、しょうがない。いやークザン来るか、じゃあおでん来るか、あでもこれ来てくれた方が俺が狩ればいいだけ。はい、嘘だって、これよ、これカウンターあるんだろ、もう使うしかないやんこんな。オッケー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 、逃げれ、あーここ無理だ、止めつかけてこっち行け、オッケー取れー、うん、やっぱ普通に無理ー。